おはこんばんにちは、主の羊です。さあ今回の動画はですね、鬼滅の刃から凶悪な血鬼術を使う12気づき5選をご紹介していきましょう。まずは加減の1、炎夢。炎夢はですね、血鬼術夢操作であり、相手を強制的に睡眠状態にしたり、眠らせた人物には思いのままの夢を見せたりすることができます。また眠りの中に入り、夢の中で殺すことも可能。その強力な能力のゆえ、眠りの鬼という異名を持っています。炎夢の血鬼術にかかってしまうと、自分で動くことも術を解くこともほぼ不可能に近いため、術にかかった時点で炎夢の勝ちが確定します。ただ鬼殺隊の柱やその他の優秀な剣士であれば、炎夢のかすかな殺気を感じ取って自力で睡眠状態から脱出することも稀にあります。血鬼術で強制的に眠らせた人物の夢の中には精神の核があり、それを破壊することで眠った相手を廃人にして殺害することも可能です。しかし臆病な炎夢は、自分が直接向かえば鬼殺隊や柱に返り討ちにされることを恐れ、苦しい過去を持った人間に幸せな夢を見せることを条件に暗殺者として従えています。自身の血鬼術で眠らせた相手に幸せな夢を見せ、その後悪夢を見せて苦しませるのが得意で、その人間の歪んだ表情や苦しんでいる姿を見るのが幸せなサイコパスな炎夢の凶悪といえる血鬼術。加減の5、類。類の血鬼術はですね、糸を無数に生み出したり、生きてるかのように自在に操り攻撃をする能力です。この糸は敵を切り刻む鋭い刃にもなるのと同時に、鋼鉄並みの強度を誇る攻防一体の武器となっています。人間の体の強度であれば、一瞬でサイコロ状態に切断することも可能です。また普段は白い糸を使っていますが、さらに強度を高めた赤い糸を使用することもできます。なんといってもですね、類の血を分けた家族と称した雲の鬼たちが扱う能力も、もともとは類が分け与えたもので、そうなると炭治郎たちがナタグモ山に入って最初に見た衝撃の光景、雲鬼である類の母の血鬼術、小さい雲を操り、雲の糸を結んで相手を操り人形のように使う血鬼術、これであればですね、鬼殺隊が操られ切り合っていましたし、操っている相手の意思とは関係なしに体を動かすため、骨が折れようが関節が外れようがお構いなしに攻撃を仕掛けるなど、類は使用していませんが、類も使えるとなると、類の血鬼術ってかなり凶悪とも言えますよね。ただ残念なことに、水柱に瞬殺はされましたけどね。上限の5、玉子。玉子の血鬼術はですね、壺を使った空間転移を得意としており、自分が転移した場所に壺をあらかじめ転移させておき、そこから出入りを行うことで移動ができます。また壺の中は、これ自体が一種の異空間となっているらしく、壺に近づいた人間を中に引きずり込んで中で殺し、その人間の死体を材料に芸術作品を生み出すサディスティックな面もあります。加えて壺を媒介とした火器のような様々な化け物を出現させることも可能です。これらはですね、生み出した壺を破壊しない限り再生するため、それを知らなければ一方的に広範囲へと継続的な被害を与えられることが可能です。例えばですね、水獄鉢は粘度の高い水を使って壺のような形を作り出して相手を中に閉じ込めて拘束をします。これですね、鬼殺隊としては呼吸が使えなくなるんですよね。なのでかなり致命的な攻撃と言えると思います。そして千本針魚殺は、魚をモチーフにした化け物を出して毒針を放ち麻痺させることもできます。そして完全体となった玉子が使う技は、神の手と言います。触れたものをすべて魚にしてしまいます。このようにかなり手強くサディスティックな血鬼術を使う玉子は凶悪とも言えますよね。これ呼吸が使えなく拘束できるっていう事態がものすごく鬼殺隊にとって不利ですよね。上限の6、牛太郎。牛太郎の血鬼術はですね、血釜で自分の血を鎌に変えて戦います。この鎌がかなり厄介で猛毒があり、通常の鬼狩りであればかすっただけでもまず確実に死を迎えます。元忍びの毒物全般に強い耐性のある音柱渦井でさえもなんとか即死を免れるほどの高濃度の毒であり、この毒が回るにつれ彼もまた刻一刻と弱っていました。なおこの血鬼術すべてに毒の効果が付与されています。例えばですね、飛び血釜、牛太郎の意のままに軌道が変わり、何かに当たって弾けるまで敵を追いかけ続けます。その上を行くのが炎山旋回飛び血釜。これがですね、かなり厄介な血鬼術で、腕の振り予備動作もなしにその場で広範囲の斬撃を繰り出すことができます。最大出力となると辺り一帯を更地にするほどの破壊力を持っています。発動も早く攻撃力防御力もある牛太郎の血鬼術で、全てに毒が仕込まれているのはかなり凶悪ですよね。これ遊郭編ぜひアニメ化もしくは映画化してほしいですよね。
絶対面白いと思うんですよね。上限2ドーマ。ドーマの決起術は氷で、基本的に扇子を使用し、霊気を周囲に散布させたり、氷で作った花や鶴などで攻撃をします。また氷は花などの他に人形などを生成し、分身のようにして戦わせることも可能です。ドーマは鉄でできた非常に切れ味の鋭い刃物のような黄金の扇子で、自らの血を凍結させ、氷で強烈な霊気を放つことができます。扇子を振るうことで、霧や雲のように細かい氷を散布させることも可能で、その霧状の氷から発せられる霊気は非常に強力で、吸い込んだものの肺の機能を停止させる威力があります。知らず知らずに吸い込めば彼の餌食となるため、呼吸を使う鬼殺隊や柱にとってはかなり不利で凶悪な初見殺しの技です。黄金の扇子にはハスのような模様がついていることから、氷でハスの花やそこから伸びる鶴を生成し攻撃をします。ドーマの扱う氷は霧や雲の花や鶴を生成するだけではなくですね、自分と同じ姿をした膝丈ほどの高さの人形や美しい巫女、巨大な水蓮菩薩などを作ることができます。上半身のみを生成する美しい巫女は、相手を凍結させるほどの霊気を持った吐息を出します。巨大な水蓮菩薩は攻撃も可能で、ドーマの決起術で一番巨悪で厄介と言っても過言でないのは結晶の巫女。これかなりやばいですよね。腰ほどの高さのサイズの氷人形を生成し、この氷人形は自立戦闘が可能で、アローコとか本体と同等の攻撃力で技を放つことができます。上下の2だけあって、身体能力や再生能力など他の鬼とはもう桁違いなんで、それがドーマと同じ力を持つ分身っていうのができるっていうのがもう凶悪そのものですよね。しかも氷人形から得た情報は本体に送られる上、複数同時制作が可能となっています。ただ凶悪な決起術を使うドーマの悪い癖、すぐに本気を出さない、煽るというところがやっぱり欠点ではありますけど、すぐに本気を出せばですね、瞬殺するんですけど、わざわざですね相手を煽り散らしたり、受けなくてもいいような攻撃をわざと受けたりと、かなり慎重さに欠けるんですよね。そのあたりが欠点ではあるんですけど、もう決起術自体は多分群を抜いて凶悪なんではないでしょうか。皆さんはどう思いますか？あなたが思う凶悪な決起術を使う鬼は誰ですか？よかったらコメント欄までお願いします。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。チャオ。